はい、先生。あ、寺島。はい。お前は俺を慕って転校までしてくれたんだよな。はい。しかもおじいさんの家に居候までさせてくれたりなんかして。はい。いい子、なんていい子なんだ寺島。だが、いや、なんでもないぞ、なんでもない。ごちそうさま。行ってきます。煩悩退散。ねえねえ、課題やった？俺はなんてスケベなんだ。いくら誘惑されたからって教え子にあんな。朝から元気だな、藤井。カブラギ先生、俺の恩師のカブラギ先生。そうだ、君の恩師のカブラギだ。どうだ、どの部を指導するか決まったか？勧誘合戦が激しくて。どの部も君をコーチに迎えようと必死なんだよ。スポーツのあらゆる分野で成績を残した天才、君を指導者として迎えることは誉れだからな。いや、そんな。はい、達也。グッドモーニー。ベルモント。ノー、アンナって呼んでって言ってるでしょ。おっぱいが大変なことに。コーチ。白戸助け、うん、いつになったらテニス部に来てくれるんですか。モテモテ。はあ、うん、遅いですよ、先生。篠原、お前。やだ、カツミって呼んでくださいよ。アンナとウサギはどうでした？なんで知って。あら、図星。ただいま。おかえりなさい、先生。おう。ウェルカムホーム。お前らどうして。寺島さんに勉強教えてもらいに来たんです。あの、二人だけじゃなくて。こんばんは、先生。まだ勝負はこれからですから。先生、どうしたんですか。先生、達也ったら嬉しくてフェイントしちゃったね。コーチったら大丈夫ですか。先生。